今日無料区間が開通する白山白川郷ホワイトロードに来ています。目の前には開門の瞬間を待つ車がずらりと列を作っています。石川県と岐阜県を結ぶ白山白川郷ホワイトロード。石川県側の白山市小蔵から中宮料金所までの無料区間が去年8月以来9ヶ月ぶりに開通しました。イワナ釣りたいなと思ってます、はい、楽しみにしてました。去年全然ここ通れなかったんで、はい、去年通ることができなかった原因、それは8月に発生した豪雨で県側の無料区間で道路が崩落してしまったからです。その後復旧工事が進められましたが、一般車両が通ることはかなわず冬を迎え、昨シーズンは営業を終了。今シーズンは去年11月に完成した関係者用の仮設道路を使って一部片側交互通行での開通となりました。まあ、応急復旧ではございますが、共用できるようになりました。たくさんの皆様においていただきたいと思います。天候に恵まれた今日は青空と新緑のコントラストが訪れた人を出迎えました。川ではイワナ釣りを楽しむ人の姿も。はい、これ結構大きくないですか？大きいよね、ちょっとね、うん、俺もこんな大きいの釣れると思わなかったね。ああ、もう楽しいよね。これは楽しい、釣れればね。無料区間にある温泉旅館も開通を喜んでいます。今日から日帰り入浴をスタートさせた中宮温泉の西山旅館、来月1日からは宿泊も受け入れるため、旅館はその準備に追われていました。もう不安しかなかったですけど、この日を待ちに待っておったといいますか、無事開通してほっとしておるところです。去年通常通りに営業できたのは3ヶ月間ほど。今年のゴールデンウィークは予約でほぼ満室だということです。問い合わせもやっぱり多くなってきておりますので、まあ、その期待に応えられるように無事で営業できることを願ってますね。白山白川郷ホワイトロードの中宮料金所から岐阜県へ向かう有料区間は6月中頃に開通する予定です。